先週 の、 あのこの例会には G20 それから IMF の総会等々でワシントンにいましたもんですから欠席をしてしまいました。その間での話ではありませんけど、まず町村あの議長が体調不良ということで、あの議長を退任され、後任に大島忠則先生が就任ということになりました。あの議長が途中交代で副議長の指名で議長になったりっていうのは、多分国会の中で私の記憶では福永健二先生が引退されて、その後に坂田道太先生がなられた、あれ以来なかったと思いますけど、というか初めてのことだと思いますが、いろいろありましたけれども、あの大島先生、あの国体に長く、多分国会対策委員長の在任期間で史上最長ということだったとき記憶をしますが、とにかく国会運営の経験に非常にあるので、海部内閣スタート時の官房副長官が最初、私の記憶が最初なんですが、その前は青森県の、私が青年局長してる時は青森県の県会議員で青年部長しておられた、それぐらいからの付き合いなんで、すごい長いご縁ですけど、いずれにしても人脈やら何やらものすごく思い持ちの方でもありますので、円滑な議会運営というのはなされることを心から期待するところです。さて、あの今年度の予算が成立して、今から各種の法案があの審議をされることになりますが、最大の懸案の一つはやっぱり安全保障のこの法制整備ということで、これ自民と公明党の両党との間で法案の協議をほぼ終えつつあると思っております。これも長年の懸案だったので、よくここまで来られたと思って、ちょっと正直大変感慨深いものがあるんですが、ここまで来られたら小室副総裁や岩屋先生等々、あのいろいろこれに関係をしていただいて、やっていただいている方いろいろいらっしゃいますけど、心から敬意を表する限りです。ただこれから国会審議という本ちゃんの話が始まってまいりますので、しっかりとこれをあの説明し、国民に幅広くご理解いただくということがあの大事なことだろうと思っていますので、今からこういったものが景気が良くなってくる等々のことに合わせて、我々としては我々を取り巻いております南シナ海に限らず、いろんな問題を我々は書いておりますので、ぜひそういったものも考え、これ地元で説明するときに、きちっと皆さん方の口から講演会だね、地元の人に説明していただく努力というのが大事ですので、どういう話がいいのか、とうとうは岩井先生とうとう、これは勉強会を開くということで、皆さん方の奥さん方の方が先で、奥さん方の勉強会の講師が岩井さんに来てもらう、まずは男性の先に女性を選んだというところなんですけれども、あのそういった会をやることになっているところまで、みんな意識としてはあのしっかりしていると思いますので、期待しております。よろしくお願いします。それでは、松井さん、ご説明願います。